2号です。おはようございます。こちらの1号を見てください。はい、こちらはですね、潜水者の方がですねからいただき物ですね。なんとですね、このヘタまで甘いと。あ、ヘタは甘くないですねこの付け根までですね、非常に糖度の乗った、おすすめのイチゴということで食べてみますね。うん、やっぱ甘いですね。あの白い部分もですね、甘いんですよ。すごい最先端のですね、技術を導入されている農家さん、いちご農家さんらしくて、甘さがですね、なんか甘さもですね、なんかコクがあるというか深みのある甘さですね。いちご農家になりたいですね。はい、僕もいちご農家になりたいです。はい、はい、ぜひですね。ということでですね、こちら、はい、このネジ分かりますかね。ここのですね、まあユンボ故障しちゃったんですけど、ここに今ボルトがあって、ナットがついてないやつがあると思うんですけど、よく見えないですね。 ありますね。これが外れちゃったんですよね。でこのアームがこう伸びたり縮んだりするんですけど、それが動かなくなりました。はい、ということで、とりあえずあの直し方は分かったんで、あとは工具ですね。工具がないと直りませんので、はい、工具を持ってきたいと思います。そしてこちら、はい、ここのハウスのこっち側に水が溜まってます。はい、今ハウスの中水冠水してるんで、はい、このような状態になっちゃってますね。あと今日これここ掘りましたね。はい、ここ掘って、ここがどこにつながるかというと分かりますよね。はい、こちらですね。あちらからの給水管をここにつなげてハウスの中にぶっ込むと。あとこっちも掘りましたね二度手間になってますけど、こちらからまあ塩ビ管をハウスの中に入れるというところです。はい、でこちらはですね、何度もこの昨日散々穴掘ったこちらは、はい、もう何事もなかったかのように復旧されてます。はい、でここはあぜ波をぐるっと、あぜ波シートを巻いちゃおうかなと思ってますね。はい、結構で直射日光当てないようにして意識が進みます。はい、それで最初はピーヨピーヨじゃんけんチョキ、じゃまた。はい、ちょうどお昼ぐらいに壊れちゃってですね、あのナットがコロッとかって落ちると大変なんで、慎重にやっていきたいと思いますね。あとは今日午後夕方水は一応止める予定です。